この時間は京都サンガ FC 対セレッソ大阪、こちらの一戦をお届けいたします。スタンドに詰めかけたサポーターの声援を受け、両チーム今日のゲームを戦います。天候ですが、今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中、今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか？そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですよね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど。まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、うん、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、京都のキックオフでスタート。京都サンガ FC 対セレッソ大阪、エキシビションマッチです。やはりこの序盤、先に主導権を握りたいですよね。はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどもね。うん、思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。まずは序盤です。ボールが迫る、自分で行く、ここは競り勝ちます。八千田、ここは下げます。浅田、長いボール縦に入れます。山中、中心ファールを取りました。今のは注意だけだったようですね。セレッソ大阪が今日は少しテンションの高い試合の入り方をしているようです。このパスを受ける上条、セレッソカウンターを仕掛けていきます。スルーパスを出す、若原、大きく前線へ。多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。ここはボールを下げる鈴木、縦へ送る、このボールはカットされます。井上、一旦戻します。キーパー前へ蹴り出します。仕掛けるか、さあチャンス、抜けるか、鈴木、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。浅田、豊川、ここで前を向けるか、ロングボールで展開、いいボールだ、ここで受けて、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどもね。うん、思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。まずは序盤です。ボールが迫る、自分で行く、ここは競り勝ちます。八千田、ここは下げます。浅田、長いボール縦に入れます。山中、中心ファールを取りました。今のは注意だけだったようですね。
セレッソ大阪が今日は少しテンションの高い試合の入り方をしているようです。このパスを受ける上条、セレッソカウンターを仕掛けていきます。スルーパスを出す、若原大きく前線へ。多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。ここはボールを下げる鈴木、縦へ送る、このボールはカットされます。井上一旦戻します。キーパー前へ蹴り出します。仕掛けるか、さあチャンス、抜けるか、鈴木危ないところでしたがなんとか切り抜けます。浅田、豊川ここで前を向けるか、ロングボールで展開、いいボールだ、ここで受けて前へ。多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。ここはボールを下げる鈴木、縦へ送る、このボールはカットされます。井上一旦戻します。キーパー前へ蹴り出します。仕掛けるか、さあチャンス、抜けるか、鈴木危ないところでしたがなんとか切り抜けます。浅田、豊川ここで前を向けるか、ロングボールで展開、いいボールだ、ここで受けて狙えるか、残ってる、いやこれはカウンターのチャンスですね。木田、亀田、上城、亀田、この位置で受ける、果敢にスライディング、あこれファール、取らないですかレフリー、ここでレフリー前半